第2章闇の不動産を、ああなんかすごいの出てきたな。不動産関係の話、俺何も理解できないんじゃないのか。俺の頭の悪さをなめんじゃねえぞお前。なんだこれ、ビッグスター小室、ほくろ多いね。ほくろ多い人ってなんかあるんかな。なんかあるよね、なんかほくろ多い人はどうのこうのみたいな話ってあるんかな。ねえ、エロいシーンかと思ったら普通に、あ、色入ってないんだ。てかいいくびれしてんな、おいお前。横筋もちゃんと鍛えな。東京ポッピー、ん、読めなかったわ。ちょ、え、待って、え、何するの、え、何をするの。食事まだ済んでませんよね。あ、そうか、よかったらいかがです。多分ジャッカルと会ってたな。いや、フレンチ悪いが空気にはない。いや、食べとこうぜ、お前じゃ一生食べれないもんだぞ。あんたが誰かを聞くまではな。誰かわからない家で風呂浴びたのか。私に危険はありませんよ、キリュウ。ジャッカルだったら刻み散らかされてるぞお前。くつろいでください。ジャッカル知ってるやついないだろうけどね、うん、ゲットバッカーズで調べてね、読んでください。39巻ぐらいあるんですけど、 LINE 漫画にあるんで。僕は本で持ってますけどね。俺の服は洗ってくれてんじゃん。だいぶ汚れていましたのでクリーニングさせています。すぐにお返ししますよ。ママじゃん、橘さんだったな。ええ、ご安心ください。私は片木の人間です。あ、闇の不動産を。神室町で不動産屋を営んでいます。あ、不動産屋、それが俺になるんだ。似合わねえな、キルちゃん、その服。料理本当に食べない。食べとこうぜ、肉うまそうだったよ。食べて、腹減ったな。夕方にマック食ったっきりで今夜中の2時だからね、あ、右手絶対使わないね。なんでだろうか。あれかな、血液から。右手は義手です。あー、不作法なのはご容赦を。義手なんだ。数年前に失ってから寒くなると痛みます。不思議なものでないはずの指先までうずいて鎮痛剤も効きます。あ、なんか言うよね。四六時中痛みを我慢するだけです。でも痛みを顔に出すのは面倒なんでやめました。なんかそんなことは、ね、痛むって言うよね、失ってると。キリュウさんは登場過剰という言葉を知ってるわけねえだろこのバカが。登場登場過剰、いくつもの花が集まって大きな一つの花になっているものを、そう言います。朝顔とかタンポポとか。実はあなたもよくご存知のある花もその登場過剰でしてね。ひまわり。何の話をしてる。ひまわりですよ。やっぱりひまわりのあの大きな花はたくさんの小さな花の集まりなんです。へえ。子供が集まる養護施設につけるにはいい名前です。風間さんがひまわりと名付けたんです。この人一切まばたきしないの怖いな。あんた、いや多分全員まばたきしないんだろうけど。あなたはひまわりで錦山さんと兄弟同然に育った。もう一人、沢村由美さんというお嬢さんもです。レイナさんは違うんだ。やがてあなたと錦山さんは親と慕う風間さんを追って極道の世界に入った。せやな。そして今は殺人の濡れ衣を着せられ、その影響で風間さんも波紋の危機に。全部知ってるよ。もういい。あんたが俺を調べたってのはよく分かった。大した情報源を。超でけえテレクラの看板あるよ。だがなんで俺を調べた。あんたの目的は何だ。細切れにするためじゃない。より強い敵との戦い。今、神室町の不動産屋が欲しがるものといえば一つしかありません。空の一つもに決まっているじゃないですか。なるほど。また殻の一粒か。私と手を組んでいただけませんか。今回はその殻の一粒がキーワードなのかな。道島組の若頭補佐たちが殻の一粒を手にすれば風間さんは波紋を免れません、ね、ですが私があの土地を手に入れれば風間さんを守ることができます。なんで。それにあなたの濡れ衣も晴らさなければ。
その理由は？神室町における我が社の情報網はちょっとしたものです。私と手を組めばきっと真犯人を追えます。いろいろ教えてほしいけどな。なんでそこまでして俺を引き入れようとする？ね、そこ気になるよな。あんたの本当の目的は何なんだ？本当の目的？俺の服を返してくれ、立花さん。私の申し入れを拒むと。あ、なんかするパターンこれ。あんたの話は俺にとって都合が良すぎる。この街じゃそういう時ほど用心しなきゃなんねえ。生き残るためにはな。そうかな。なるほど。少し甘く見ていたようですね。でもいつか考え直してくださると信じています。せめてこの名刺だけはお持ちいただけますか？立花哲。名前は好きだな。わかった。ルパン三世しか見えなくなってきちゃった。服はすぐに持ってこさせます。では私はこれで。髪の毛一切乱れてないな。シャワー浴びてきたのに。シャワー浴びた礼は言った？キルちゃん入るときに言ったのかな。お礼言えない大人になっちゃダメだよキルちゃん。劇場売店。錦にとりあえず無事だったことを伝えねえとな。多分風間組の事務所にいるはずだ。で、なんか錦が生きてるっていうのがなんかすごいな。本当にゼロの世界に来たんだなっていう、異世界転生みたいな、なんかそんな気分になるわ。なんだっけ、キール。錦お前大丈夫だったか？あ、ニラレバー。そう、おいマジかよ、よく殺されなかったな。ニラレバーが食べたいですね。ああ、なんとか。だがこれで俺はきっちり堂島組を破門に。ね、きっちりね。そうか。それじゃおやっさんももう大丈夫ってことか？いや、それがね、おやっさんのことはまだ。おやっさんのことはまだなんだよ。俺の濡れ衣が晴れねえ限り堂島組はおやっさんに責任かぶせる気で。なんでだよ、お前がもう組を抜けたってのにか。まあそういうのは関係ないんだろうな。ああ、ただそれでも一歩前進だ。堂島のダイモンが外れた以上、こっから好きにやらせてもらう。クゼを捕まえて真犯人の居所を吐かせてやる。そうだね、わかった。それじゃあとりあえず柏木さんにも伝えねえと。行こうぜ。いや、行けないんじゃないか。さすがに俺は登場会から破門された人間だ。もう風間組の事務所には入れない。柏木さんにはお前から賢いくせにこういうのは頭が回らないんだな。何言ってんだよ、水くせえな。いいから来いって。いやいやいや、ダメだって。せめてものけじめだ、錦。きっちり筋。そうだよ、キルちゃん筋の男だから。筋まみれだからこいつ。お前は何も悪いことしてねえのに。でも筋まみれだから。だったらお前この後アパート帰るの？アパート帰る。俺もすぐ行くから。詳しい話はそこで聞かせて。キルちゃんの住んでるとこ行けんの？わかった。あ、マジで？俺今までキルちゃんどこに住んでんだろうとか思ってたけど、ちゃんと住んでたんだなお前。うわ、めっちゃ外れに住んでる。なんでホテル街に住んでんだお前。いつでも行けるようにかってかお前。自宅でしろ。すごい車止まってる。 YouTuber のヒカルが手に入れてそうな車。なやこれ。え、ここ、これアパートじゃない？アパートこれ違うよね。あ、どこ、あ、ここからキルのアパートに移動することができます。あー、そういうこと。あ、じゃあもう今日は帰ります。はい。カムロソウ。マジ？カムラソウか。カムロソウだよねあれ。カムロソウってなんだ。もうそのままカムロ町のあれじゃん。久しぶりに帰ってきた気がするな。昨日からいろいろありすぎた。いや俺キルちゃんの家初めて来たよ。あ、キルのアパート周辺。もう何もないわ。え、これキルちゃんのアパート？あ、違うわ、あっちだ。あ、こう家、あ、こっちじゃん。普通にこれじゃん。なんやねん。うわー。え、いくらこれ、キルちゃん。まあ、ちょっと今バブルだからもしかしたらこれでも家賃10万とかするんかな、東京だし。いや、これか。なんで電気ついてんだろう。すげえな、キルちゃんアパート持ってたんだね。よく契約できたな。わ、カップ麺がある。絶対そんな感じだと思った。あは、ビール瓶。うわー、風情があるぜ。キル、錦山じゃん。女の子2人連れてきた。 4P しようぜ。 4P ビールしかねえぞ。
分かってるって。勝手に他に期待しちゃいねえ。勝手に普通に取るじゃん。錦木手でかお前。あれから柏木さん何か言ってたか。いやいいなこれ。いや何も。めっちゃいいじゃん。そうか、親友と家でっていう。でもお前が生きて戻ってきたの見てからまたすげえ勢いで冷麺食ってたよ。どんだけ好きなんだ冷麺。それまではむっつり黙って何にも喋らなかったんだが。かわいい。あの人らしい。さすがだぜ。だろ。いいな、俺一人暮らししたことないんだよね。そうか、あのクゼが縁故詰めることになるとはな。何が起きるかわからねえな。ビールってさ、飲んだら缶倒すの。飲み終わったよって合図。まだこれからだ。若頭補佐の三人のうちの誰かが空の一粒を手にすりゃ、風間のおやつさんは組を追われる。まあそうなるのかな。俺の殺しの濡れ衣も晴らさねえと。殺に目つけられたらもう終わりだ。確かにな。そのことなんだけどよ、キリュウ。ん？実はな、東光クレジットの社長もさっき殺された。やっぱり？絶対そうだと思った。何？何？ニュースになってる。会社の中で撃ち殺されてたらしい。いやクゼじゃん絶対。あの社長はクゼの指示でお前を殻の一つぼにおびき出したんだろう。多分クゼがその口封じに殺された。いや絶対そうだと思うわ。クゼは、あいつはそんなに簡単に人を殺すのか。殺すでしょうね。あのバカなんだって。バカ。てめえの身を守る。あのバカって。正面切ってクゼから真犯人聞き出すってのは相当難しいぜ。他のやり方考えねえと。嫌われてんのかなクゼって。他のやり方でも好きだけどな、あのザ・極道って感じ。そんなもんがありゃ苦労しねえか。錦、お前立花不動産って知ってるか。おお、そういえば あのジャッカル。立花不動産。組を抜けた後、その立花って男が来たんだ。空の一粒を手にするために協力しろと。まあそれしか今ないからな、手がかり。奴は俺の濡れ衣を晴らせるとも言って。力借りてみたら。それしかないから。おい、待て、キリュウ。俺知ってるぞ、この立花不動産。奴ら、空の一粒にまで手出そうとしてんのか。知ってんの。どういう連中なんだ。キリュウちゃん何にも知らないから教えてあげて。立花不動産は町に事務所構えてるような真っ当な会社じゃねえ。錦さ、俺も聞きかじりだけどよ、一言で言え、カムロ町に特化した不動産乗っ取りのスペシャリスト。都合のいい説明役になってない、ずっと不動産乗っ取り。ゼロにおいて。ああ、今カムロ町は狭い土地に飲み屋やら風俗やら店がひしめき合って空きがねえ、はあ、しかもそのほとんどを登場界の極道たちが仕切ってる、はあ、だが立花不動産はそのカムロ町の鉄の壁に穴を開けることができるんだ。え？鉄の壁に穴を開け。えぐいやつらじゃん。どんなに繁盛してる店だろうが、立花不動産が目をつけりゃ数日持たずに中の人間は追い出されちまう。もう闇の不動産、裏の不動産って言ってたからな。金、脅迫、嫌がらせ、ヤクザ顔負けのやり口で店潰しちゃ空きになった不動産を転売するって話だ。えげつねえことするな。たとえ登場会のケツ持ちと勝ち合おうがお構いなしにな。マジで？やばくない？やばいやつだじゃん。今時の不動産周りは金の足掴み競争だ。得体の知れない連中が群がってる。けどその中でも立花不動産は札付きだ。登場会本家も連中を排除しようと追ってるらしい。本家か。そのくらい厄介な連中ってことだ。けどそいつらがおめえの味方につくとなると面白い。ああそうだよね、今となっちゃいいよね。信用できる相手ならの話だ。まあね。なんで俺を引き込もうとするのか、立花の腹が読めねえ。なら明日少し突っ込んで立花不動産を調べてみようぜ。探ってみる価値は。調べられる情報残してんのかな。調べるのは俺一人でやる。まあもう途上階だからね、錦はまだ。お前が俺と一緒に動けば堂島組に目をつけられる。お前は関わるな。うん、そうだと思うよ。キリュウ、水臭いこと言うなよみたいな。組抜けると決めた時から一人でやるのは
覚悟の上。これでそうかって言ったら俺笑っちゃうけどな。いや言ってそうだな、うん、何も言わねえのかよお前。ちょっと男気見せろよ。朝になってる翌日言わんでもわかるわ。錦が言うように立花不動産の手を組むべきか。だが連中を信用するには材料が足りねえ。町で立花不動産の情報を集めてみるか。ああまあいいんじゃない、立花不動産の情報を集める。そのデーンってやんなくていいから。いやーいやいいね。ああ、だからほんと一番最初に住んでたところ思い出すな。思い出すわ。はーい、行きまーす。あ、何が始まったんやかましい、さっさと払いな。なんだ、だから無理だって言ってんだろ。俺は全然金を持ってないの。チャラチャラした男、チャラチャラしてる、これデブデブはしてるけど。嘘を言うんじゃないよ。私はね、ゆうべお前がソープから出てきたところをずっと張っていたんだよ。なんでそんな距離保ってんの。え、その後大勢引き連れて行きつけのクラブをはしごして飲み明かしたみたいだね。金がない俺には大層なご身分じゃないか。え、これは金があるな。見てたのかよ。当たり前さ、お前のおかげでどれだけの間違いが泣きを見てるのか知ってるのかい。今日こそはギタギタにしてやるよ。美人だな。女の借金取れたのは珍しいな。しかし随分と荒くれた女だな。やかましいわ。お前に言われたくないだろ。相変わらずあのレディは怖いですね。バッカス。あの女を知ってるのか。お前の知り合いだったのか。イエス、彼女こそ浜で伝説の借金取り、タツネですよ。タツネ、借金取りのタツネ。その辺の借金取りでは取れないような、どんな困難な相手でも取れたてを成し遂げるレディーだね。そんな女嫌だな。そのスタイルは強引で横暴で大胆ね。相手を追い詰める執念深さも兼ね備えてるよ。嫌だな、ずいぶん詳しいな。まさかあんたも。ははそう、この前私も取り立てられそうになったよ。払えお前は。やっぱりそういうことか。おおボーイルーク、これからタツネの本当にすごいところが見れますよ。へ、取り立てるもんなら取り立てみろってんだ。ああすごいな、女に手を挙げるんだこいつ。はっ、そんなもの出して私がビビるとでも思ってるのかい。何出してんの、チンコ。強がっても無駄だ。俺はこれで何人もの野郎を倒してきているんだ。泣いて謝っちゃってもいいんだぜ。あ、ナイフ取り出してるのか。存在感なさすぎだろ、お前の顔の存在感が高すぎて。それはこっちのセリフさ。まあ私の場合泣く暇も与えないけどね。死ぬだけかかってきた。かっちょえ。女相手に武器を持ち出すとは少しやりすぎだぜ。止めに入らないと。いや大丈夫だって聞いてるじゃん。その必要はありません。こういう時は消えた。後ろのヤクザみたいな顔したやつが消えた。なんだと。ボーイ、目を離さずに突然の動きを見てね。 It's show time。 おー、いや BGM いいから早く教えて。うおお、なるほど、そういうことか。これ壊しやすスタイルだよね。怖っ。え、おー、何した。これは知らない。ひらめいた。いや肩外して首ねじ切ったね。え、なになになに、え、トリケラトプスケン、ハンマーバッグじゃん。おお、こいつ痛いね。あー痛いわこれ、痛いやつ。ちょっとやだな、あんま知り合いとは思われたくないなこいつは。脳内シミュレーション正確すぎない今の動き。その様子、何かいいこと思いつきましたね。それは素晴らしいね。じゃあ早速試してみようか。なんだと。ほら向こうからバッドガイのフレンドが来たみたいよ。お前のそのわけのわからん英語の使い方は何なんだ。ああ、ジン君タコ殴りにされてんな。まあ今日もジン君に怒ってもらったし、あの女みんなで後ろから締めちまうが、後ろから締めるとこまで何を締めるんだ。ボーイ聞いたか、あのボンクラとも卑怯にも立つね、後ろからやる気よ。なんかもう下ネタにしか聞こえねえ。そうみたいだな、女相手に獲物使うような男にはぴったりの素敵なお友達ってわけだ。皮肉たっぷりだね。ここはボーイが奴らを懲らしめて男の生き様を教えてやりなよ。まさかノーとは言わないよね。ちょいちょいカタカナになるのなんの。言わねえよ。いくらあの立つねえってのが強いと言ってもあれじゃ多勢に無勢だ。助け出しさせてもらおうぜ。さすがボーイね、レディーを鍛えてついでにトレーニングもできて一石四鳥。レディーを救えてついでにトレーニングもできてだったら一石二鳥だけどね。なんだお前、
なんでもいいけど、あんな大の男がさ、普通に走って向かってきたのを聖剣一発っていうかグー一発でドーンってあのすごくない？てめえらあの女後ろから殴ろうって算段か、聞いてたのかよ。あっという間だろうが、あんなクソ強え女暴れないうちにみんなで締めるのがこっちのためってもんな。強かろうが弱かろうが女を殴るなんざ論外だ。しかも数に頼らねえと何もできねえようなダセえ奴は男の風上にも置けねえな。んだとこら、偉そうに説教取りやがって。おい、まずはこいつから締めてやろうぜ。締めるってなんだよ、そもそも。おらー、絶対死ぬ技絶対人が死ぬ技、うん、これ絶対死んだもんだって、うん、よく人殺せるなこいつ。生きてるよ、怖っ。なんだこいつ、この人数相手になんてタフなんだ。まだやるか、クソ。せめてあのクソなめぎな女だけでも一発ぶん殴ってなんだって気が済まねえ。おやおや、お前らあの男の仲間だね。昨日一緒に飲み歩いていたのを見たよ。あ、私の聞き違いかね。今女をぶん殴るとか言ってなかったが、もし興味があるのなら相手になってやるけど。いや、別にございません。女を殴るだなんてそんなどせえことするやつ男の風上にも置けませんよね言い訳の時の口調が早すぎる。ならさっさと向こうで伸びてるのを拾ってこっから消えすな。借金はきっちり耳揃えて返してもらったからね。あ、返してもらったんだ。あ、なんか近くで見るとそうでもないな。バッカス久しぶりね。やっぱり知り合いだったな。姉さん相変わらず強いね。あんたに言われることじゃないよ。で、私を助けてくれたこの男は。助けてくれたって言うんだ。私が見つけたダイヤモンドの原石よ。キリュウだ。キリュウか。その名前覚えておくよ。バッカス、ここまで褒めるなんて相当強いんだろうからね。そうよ、ボーイは未来のチャンピオン間違いないよ。ちょっと読めてよ、あんた。このキリュウに稼いでもらうコントなんだね。私が貸した金返すの待ってるよ。そのすぐに返せないよ。あ、そうだ、タツネ、このボーイをトレーニングしないか。何を破からボーイに。私は人を世話するのは苦手なのさ。なんか意外にこの人さ、なんか服装適当なのかなと思ったけど、おしゃれだな。ボーイには強くなってもらう必要あるよ。それでチャンピオンになってウハウハね。それね、お姉さん本当は背焼きカタカナにするのやめてもらっていい。姉さんに鍛えてもらえればボーイは早くチャンピオンになれるよ。そうすれば借金返してみんな幸せね。おい、バッカス、さっきの何の話をしている。姉さんにボーイをトレーニングしてもらう交渉ね。この姉さんに鍛えてもらえばチャンピオンへの近道になるよ。ふざけるな、俺は今大変な状況なんだ、余計な背を焼くのは勘弁してくれ。ボーイ大変なの、やっぱりナイフで刺されそうなのかね。うん、それで済めばまだマシな方だ。というか、なんでそんなにナイフで刺される話をするんだ。いろいろおかしな話になってきてるよ。でもワックスの気持ちは分かったよ。チャンピオンの話はさておき、あんた本当にこのキリュウなんか心配なんだね。まあ私はキリュウに助けられた恩もあるし、バッカスの頼みを聞くことにするよ。確かに私のトレーニングはお前のためになるね。気が向いたらタクシーでも拾って埠頭までおいで。そこに私の特訓場があるからさ。人の特訓所、そこは私のアジトでもある。どんなところかは来てみたらお楽しみさ。この世界アジト好きだよね俺ポケモンルビー、サファイア、エメラルドでもさ、あんまあのなんだっけ、あの秘密基地とか作らなかったタイプだからさ、アジトっていうのがちょっともう気になるわ。もう俺には目指してるものがある。何の格闘技かは知らないが、俺はチャンピオンの中になる気は全くない。分かってるよ、でも諦めないね。でも私もちょっとしつこいね。しばらくじゃチャンピオンの話をしないよ。とりあえず酒飲むので頭冷やしてくるね。ああ、だからあんまり飲みすぎるね。バッカスが酔いつぶれたら笑いものよ。じゃあボーイ、うっかり刺されないように気をつけるんだよ。うるせえな、分かってるよ、またな。なんかあんまりね、こう出玉炸裂出川に見えた。すげえ古かったな、あんまね、憎めないんだよな、このバッカスってクソじじいをさここ?ああ、これこいつは立花不動産のやつらは?こんな冴えないやつらなの?ホームレスにしか見えないんだけど、こんばんは。いや、ホームレスかな、どっちかっていうと。いい靴履いてたけどな、今。綺麗な。白亜ビルね。ここが白亜ビルだな。立花不動産が地上げをしているらしいが。どうなんだい?地上げしてんのかい?これが立花不動産の地上げの、え?後か?ひでえもんだ。ひでえの?そうかな?スナック生せこの店以外はもう全部立花不動産に追い出されたってことらしい。スナック生瀬、はあ、スナックなんだね。さてどんな人が頑固なのか。準備中、入り口にいるんだけど、変な殺害者みたいなやつが。殺害者って何？暗殺者って言おうとしました。あら、普通に顔見せるんだな。準備中、おしゃれな字体使ってんな。
めっちゃ見るやん。みんなこっち眉毛整えてんじゃねえよ。一応この店は何時から開くんだ。急に喋るなお前。今まで喋ってなかったのに。下すぎない？ドアノブついてんの。あら、どうしたの。何も様子に出てきちゃったけど、今ドアノブ、ドアノブ下すぎない？あ、鍵ね。あ、鍵だわ。え、急に開いたんですけど。誰？いや、お前だよ。店ならまだ準備中だよ。いや、まあそうなんだろうけど。立花不動産の話を聞きに来たんだが、あんたここの店のマスター？店長だけど。あ、へえ。もしかして人生一家の人？人生一家？誰？人生一家？なんじゃそりゃは。なんだ、違うのかよ。声優うまいの？ちょちょ、待て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 。お、セールス、お修理セールス。ちょっと。少しだけ話を聞かせてくれないか。あんた、立花不動産にこのビルから追い出されそうなんだ。いや怖いでしょ、急にこんなやつ来たら。服ダッセーな、お前。なんなのあんた。ほんとな、上下で色ちげえよ。すごいな、こんな人が。そ、椅子、それ。さっき言ってた人生一家ってのは。え、立花不動産の話じゃないの。上場会の四次団体でこの店のケツ持ちしてたヤクザ。毎月きっちり三日締め料取ってたくせによ、立花不動産に追い払われちまって。てか三日締め料とか本当にあったんだ。工藤が肩毛相手に退いた。いや、まあそれはビビるよな。ああ、呆れたもんだよ。このビルの他の店はもう立花不動産に立ち逃されたのか。そのメガネなんか他のやつもつけてなかった、ヤクザの。ある時急に立花不動産が来て、このビルのオーナーになったから全員出てけってさ。マジで？中には立花不動産って聞いただけで店閉めるやつもいて。ええー、がずれてるのが気になるわ。もううちだけ。え？泣いてるやん。ここはポルタガイスト？あんた家族で店に住んでるのか。ああ、住む場所別にする余裕なんてないからね。神さんはビルに住みついてるホームレスが怖いって、奥から出てこなくなった。あ、やっぱホームレスだったんだ。連中起こしたのも立花不動産の嫌がらせ。ああ、そういうこと。ホームレスにビルの中で小便させたり、大声をあめかせたり、不審火まで出しやがる。え、人来なくない？そんなんで。立花不動産の人間も毎日来るのか。いや、本当に嫌がらせがすごいですね。最近来るのは無言電話だけ。夜通し何百回ってかかってくる。やば。ちょ、額戻してそれ。誰だ。綺麗に。綺麗にしてお願いだから。めっちゃ恐る恐る行くね。立花不動産だ。なんで急に。そこで喋ってる。どうしよう。五六人はいる。え、どうしようっていう。生瀬さん。生瀬。立花不動産でーす。あ、本名なんだ。入れてくれねえか。連中と話してみたい。マジ？安心しろ。何があっても俺が守ってやる。え、サインめっちゃ書かれてるな。結構有名なスナックなんかな。いや、でもビール瓶転がってるけどな。うわぁ、ザ・ヤクザって下半身。その他3人はジョギング帰りかな。ジョギングにスニーカー履いてんじゃねえよ。誰？小田さん。ずっと誰？どうも、生瀬さん。どうすか、立ち退きの件考えてくれました？うちは出ていきませんよ。ヤンキー漫画に出てきそうな見た目だな。そうは言っても、このビルはもううちがオーナーになってるわけだし、勝手な都合を並べて居座られちゃ困っちゃうんだよな。まあ勝手な都合並べてんのはそっちだけどな。毎日毎日嫌がらせしやがって。うちには赤ん坊だっているんだぞ。てか、なんで出ていかないんだろう。見ない顔だけど、そちらさんは無視。ねえ、生瀬さん、こんなヤクザに頼ると後が怖いですよ。いや、仇です、今のところは。あいにく俺は仇の人間だが、この店の用心棒と思ってくれている。かっこいい声。用心棒。用心棒、誰に対してもです。いや、生瀬でしょ。立花不動産って仇ずらしたヤクザだ。いや、かっこいい。ふん、ふん。別に部外者が何用が構いませんが、ま、それより今日はちょっと預かってきたもんがありましてね。これ人生一家の親分さんからです。あ、さっき言ってたやつじゃん、人生一家。話聞いてなかったけど。何それ。今まで生瀬さんが人生一家に取られた三日締め料、月3万の3年分に色付けて200万。ああ、生瀬さんの代わりに取り返しておきましたよ。嘘。極道から金を取り立てた、あんたらが。いや、それすごすぎない？200万。まあ、そんだけありゃな。それとうちの社長から気持ちとしてプラス
200万。あら、4センチ。お子さんのミルク代にもう200万かな。あら、6センチ。え、でもこの時代の600万って年収ぐらいじゃないの、ね、生瀬さん。もうこれで手打ちましょうよ。そうだよね、確か野原ひろしがさ、このバブルの時に漫画描いてた人が800万ぐらいの年収で落ちこぼれみたいな設定作ってたって話だったよね。勝手な理屈で弱い者の人生好きにできるってあんたらのその態度が気に食わねえんだよ。あら、顔の割に真剣な心持ちをお持ちでいらっしゃる。急にムービー入るよね。綺麗事はよしましょうや、生瀬さん。いや、かっこいいな、ちょっと好きになりそう。もうこれ以上ごねてもあんたのもらいは増えませんから。そういうことじゃないから。はいや、ちょっと抱かれてもいいかもしんない。え、血ついただよ今一瞬で。そんな一瞬で吹き出す血って。見えすぎた芝居しやがって。金の問題じゃなかったら何の問題だ、こら。極道じゃん、もう。あ、やっぱあれなんだな、腕に自信があるんだろうね。何か、だから用心棒だって。あんたにはあの鳴き声が聞こえねえのか。いや、聞こえてない聞こえてない、一回も。今泣き出した。頃合いを見計らって泣く、多分芝居ができる子供だから。親の顔にさっさば叩きつけるのが立花不動産のやり方か。そちらさんも人様に説教を垂れるほど真っ当な人間には見えませんがね。歯綺麗だな、意外に。白、まあ、いいでしょう。歯白。でも口臭そう。生瀬さんにはこちらの誠意が通じたと見えますし。え、嘘。何勝手なこと言ってんだ。そうなのそうなの。あ、これ受け取ったと取られるの。今夜あたりお電話いただけそうですね。あ、初めて暴力振るわれたのかな。いいお返事を期待していますよ。どんなピアス。それは男女差別するわけじゃないけどさ。てか5、6人はいるって言って4人しかいなかったけど、お前の目どうなってんだ生瀬。女性みたいなピアスつけてんの。今時こんな街で妙な正義感に匂わせちゃ命が危ないよ、お兄さん。なんか声聞いたことあるな。お遊びはほどほどにしないとね。めっちゃギルダーツみたいなんだ。そう、思い出した、ギルダーツだ、似てんの。めっちゃ好きなんだよね、ギルダーツ。まあ、あのシルバーのが好きだけどね。え、あ、本当に金なんだこの人。この店閉めて出ていくのか。ああ、キャー、出てけと言われてさっさと出てった連中はバカだ。辛抱を重ねりゃこういうボーナスが出てくるってのによ。あら、まあ、やだやだ。600万か、どうなんだろうな。600万もらってもな。だってそのうちだって200万ぐらいはね税金で持っていかれるでしょそう、だから108万だか113万以上だっけやつもらっちゃうとあれが発生するんだよね。なんて言うんだっけ、その受け渡し税金みたいな、このもらう税金みたいなのあるよね。さっきまでいた他のホームレス仲間はどうしたんだ。いなくなっちゃったんじゃない。もうここでの仕事は済んだってさ、次のとこに移されていったよ。お金出るんだろうな。次のとこどこだ。さあね、いろいろだよ。立花さんとこは手広くやってるから手広くやってる。どういう連中なんだ立花不動産ってのは。もうなんか、うん、やだな何が目的か知らんけど、あそこに関わんのはやめときな。あの人たちはカムロ町の闇だよ。闇ってな。闇、俺から見りゃヤクザなんかよりよっぽど怖い。もうなんかあれだよな、この闇をどうにかしてもまた次々闇が出てくるからな。弱み見つけ出してすぐに金玉握っちまう。金玉とか言うのやめてもらっていい。金玉とか、こちら一応 YouTube やってるんで金玉とか言うのやめてもらってくない。やめてもらってね。聞いた話じゃ人生一家の組長、この間東条海本家から指詰めさせられたらしいよ。何、本家への上納金ちょろまかしてんのが匿名でチクられてね。ああ、びっくりした。もっともチクられたのはそのほんの一部、全部ぶちまけられたら組長絶対殺されるっていう。縁故したタイミングが同じだったから。人生一家っていうさ、立花が小出しにチクって脅しをかけたってことか。あの人が組長なんかと思った。別に俺は立花さんとこがやったなんて一言も言ってないよ。
ただヤクザのそんな弱み探り出せんのあそこ以外にはまずないだろうけどね。なるほどね。結構教えてくれるなこのおっさん。俺があとあんたに言ってやれるのは立花からは手引けって忠告くらいだね。これ本当に手組むのやめた方がいいよキルちゃん。多分キルちゃんだったら一人で立花不動産全員相手に回して無事の店から大丈夫だよムービー中以外だったら銃で撃たれても大丈夫だし。登場回数敵に回す不動産屋か喫茶ブレンドのマスターが言ってた通りヤクザよりも立ちが悪そうだな。まあ、そのヤクザよりも立ち悪そうな不動産よりも立ち悪かったのがさっきの生瀬さんだけどね、あれ絶対にテープだからね、一切泣いてなかったのにキルちゃんが言った瞬間泣いたからね、絶対テープ。遠隔操作できるやつ。